おはよう。熱測ろう。ちょっといい？ちょっといいかな。ごめんよ。36度7分。平熱だね。じゃあお着替えしよう。今日行く、行く？うん、行くよ。嬉しそうだね。美味しいですか？うん。ごめんね、ポックンは昨日の残りのマカロニサラダが欲しいって言ったからそれ食べ入れたけど。食べてね。うん。しばちゃんパパと留守番で、はい、おいで。はい。はい、行こう。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。今病院から帰ってきたらチュッパちゃんが寝てました。パパが言うにはもう1時間ぐらい寝てんのかな。まだ10時半過ぎたとこだからもう昼寝しないよね。もうちょっとしたらお昼ご飯作るね。何かかざる。ん？何？あ、もうお腹空いてないって。うどんいらないの？お昼ご飯いらないんですか？おい。いらな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 いの？うどんだよ。だだ。でもママお腹空いてるからママは食べるね。お薬も飲まなきゃいけないし。ないよ、うどんだって。まあ、いや、もうママ食べるね、冷めちゃうから。じゃあなしね。じゃあ保育園着いたからお兄ちゃん迎え行こうね。そうなんだ。じゃあお家に帰ったら見ようね。どんぐりいっぱい取れたね。見せて。すごいいっぱい取ったね。降りてね。よいしょ、降りれますかね。あ、降りれた。すごいね、こんなにたくさん虫かごの中入ってたんだ。うん、入れて。これ、もう入れちゃダメだ。
ただきます。夕食です。今日は魚にナスにつみれかで、これだよね、畑で採れた生姜抜いてきてやったんだけど、これがまたうまいんだよね。風邪予防にもいいらしい。すごい、あの苦いっていうか辛いけどね、やみつきだよ。はい、いただきます。今日はハンバーグ。はい、いただきます。いただきますして。はい、よし、ちゃんとやってね。やらんとパパ食べさせんよ。なんか喋ってよ。ひひーんじゃない、なんか喋ってよ。ご苦労さん。ごかんちゃん。はい、ありがとう。生姜食べれんよ。生姜置いてある。うん、あるよ。よしよしよし。醤油が足りてないの、多分。まあ、後でつけてた。とりあえず辛いけど我慢して食べて。風邪に予防いいから、むちゃくちゃ、うん、って聞くからね、うん、はい、うん、じゃあ寝ようね。今日チュッパちゃんは朝お昼寝してたからね、もう眠たいかなと思うんだけど。眠たい。はい、じゃあ、うん、じゃあ寝ますよ。はい、おやすみ。はい、邪魔しないでね。おやすみ。